ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は国際プロレスパンフレット意外な広告主について触れてまいります。さまざまな斬新な試みで注目を集めていた国際プロレスパンフレットの方もやはり斬新でした。プロレス興行には欠かせない興行用ポスター、このポスターをパンフレットサイズに縮小し、ミニポスターシリーズとして人気を博しました。そして興行直後の3ヶ月分のカレンダーも非常に実用的でした。そして国際プロレス中期に活躍した女子レスラーのグラビアも非常に見応えがありました。本日の対戦カード欄が心なしか他団体より大きく取られていたのはご愛嬌といったところでしょうか。そんなユニークな国際プロレスのパンフレットですが、意外な広告主がいたのです。その意外な広告主とは佐川急便です。佐川急便といえば新日本プロレスの谷町の印象が強いですが、実は国際プロレスのスポンサーもしていたのです。さまざまなアイデアで楽しませてくれた国際プロレスパンフレットも、団体末期は白紙の部分が多く寂しさを覚えたものです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は国際プロレスパンフレット意外な広告主について触れてまいりました。